ホッケ寺は、愛媛県今治市桜井に所在する新言、立州の寺院である。本尊は十一面観音菩薩。新四国万太羅霊城第三十七番札所である。護衛画、法の花咲き誇りたる、札楽の寺に参るは、後の世のため、奈良時代の天平十三年、聖武天皇と光明皇后の直眼によって建立された。 伊予国の国分ア寺であり、会期は南部の赤島ゆた役校、本尊は行期作の十一面観世音菩薩で光明皇后の姿を写したと伝えられている。創立時は、下言宗東大寺に属していたが、平安時代の公認六年に空海が来訪した際に、新言の教えを説かれ、この時より新言宗に改めたと伝えられている。さらに、 鎌倉時代の賢治元年、ゴンダ天皇の直命により、西日本の国分寺、国村ま寺らと共に、新言州最大寺の末寺となり、現在に至っている。境内の元に見える今治市立桜井小学校から南へ JR 予算線沿いに、伊予桜駅近くまで達する広大な地域であったが、三度の戦乱によりことごとく消失し、そのため、江戸時代の寛永2年に、 今の高台に移った。全国の国分アマデラはほとんどが後だけになっているが、東山は寺院として存立し法等をつないでいる。ありがとうございます。